皆さんこんにちは、岡田克也です。日曜日の日曜討論で話題になりました、小沢先生の問題について、少しお話をしたいと思います。この問題を大きく言って2つあります。1つは国会での対応、つまり政治倫審に呼んで、お話をしていただく、社民党はそのことを主張しているわけです。そして、承認喚問して、そしてお話をしていただく、社民党以外の野党はそういった主張をしています。そういったことについてどう考えていくかということです。総理も国会答弁されてますが、小沢先生ご自身は国会で決めてくれればそれに従うというふうに言っておられるわけで、まさしく与党野党の間で、何が必要かということについて、しっかりと議論をする必要があるというふうに思います。ただ私も日曜討論でも申し上げたんですが、国会に呼ぶべきだと野党は言いますけれども、じゃあ一体何を聞くのかということが必ずしもはっきりいたしません。そしてすで、に、強制起訴で、法廷で争うべきことと重なってしまうということになりますと、これは司法権独立ということとの兼ね合いも出てまいります。そういったことについてどう整理をして、そして、国民の皆さんの、説明をしっかりしてもらいたいという、そういう要望に応えていくのか、そのことについて与野党真剣に議論していくべきだというふうに思います。そして、これはいつものことなんですが、私はもちろんそのことについて方向性を何も述べておりません。党内でしっかり議論してもらう、その行事役として私は自分自身を位置づけているわけです。最終的には私の責任で、まとめなければなりませんが、それまで私の考えを言うつもりはない。しかし、メディアの中には私が政治倫審ということを考えているのではないかと、勝手に書かれる、そういうメディアが新聞がいくつかあるということですが、これは根拠は全くないということは申し上げておきたいと思います。そして、もう一つは党としてどう対応していくかという問題です。党規約上は処分とか措置といったことが規定されています。それに該当するのかどうかということです。それについては特に規約上は役員会で発議をして、そしてその発議に基づいて常任幹事会で決定をする、こういうふうに規約上なっておりますので、まず、私も主要メンバーである、役員会の場で、発議をすべきかどうか、発議をするとしたらどういう理由で、どういった内容について、発議をするのかと、つまり処分とか措置とかいうことの、具体的な中身ですね、そういうことについて、まずは役員会メンバーの皆さんのご意見をお聞きしたところです。これについても役員会の中でしっかりと議論していかなければならないというふうに思います。いつも私申し上げているんですが、小沢先生は党の代表や幹事長として今日の民主党を築くにあたって大変功績のあった方であります。したがって敬意を持って議論していかなければならないと思います。もちろん、だから特別扱いすべきだというふうに申し上げているわけではありません。しっかりとした議論が必要だということです。そして、民主党に求められているのは、どういう結果に至ったとしてもそのことについて、なぜその結果になったのかということについて公党としてきちっと国民に説明する、その責任があるということです。そこがあやふやであるということになりますと、やはり民主党に対する国民の信頼というものは離れてしまうというふうに思います。静かに、しっかりとした議論を行っていきたいと、幹事長としてそのように考えております。今日は以上です。